今日のお洗濯情報をお伝えします。今日は太平洋側でも空の変化に要注意です。ではまずは天気の変化の予想を見ていきましょう。朝9時の予想から時間を進めていきます。今日も冬型の気圧配置が続き、日本海側は広く雪が降ります。また太平洋側にも雨雲、雪雲の流れ込みがあります。西日本や東海は日中から、そして関東も昼過ぎ以降北部からだんだんとにわか雨、にわか雪の可能性が出てきます。空の変化、注意が必要です。ではお洗濯の情報を見ていきましょう。今日は日本海側は雪が降りやすく部屋干しです。乾燥機などが活躍しそうです。太平洋側も心配といったエリアが多くなっていますね。仙台、名古屋、広島、そして福岡、こちらも雨や雪が降る心配があります。大阪や高知、東京、こちらは日中は雨や雪の心配、その他のエリアより少なくなっておりますので、外干しすることができます。大阪や高知は弱い雨や雪が時折降る可能性はあるので注意です。そして東京も夜はにわか雨、にわか雪の可能性があります。日中は外干しできるんですが、早めに取り込むようにしてください。今日のお洗濯情報をお伝えしました。最新の気象情報やお洗濯情報はウェザーニュースアプリからご確認ください。